そうか、俺が悩んで意図的に見ようとしていたことは体の癖としてしっかり身についていた。得ていたものをわざわざ難しく考えるんだ。そりゃあ手間が増えるって話だ。現状パルルのオーラ量は35頭、俺は10頭、パルルはまだ1枚残している。全回復された場合、45頭、もう積極的に動いてこないだろう。さて、出血は激しいけど別に骨に異常はない。オーラで守りながら戦えば全然近接でも戦える。まだ回復を使うべきではないね。パルルにとって最も自分に自信があるのは、体力とオーラ量。続き、オーラ技術を使用する戦闘。近接戦はそこまで得意分野ではないため、受け流しやカウンターでその場をしのいでいる。その点パトが得意とするのは、オーラ量とオーラ技術戦闘。オーラという分野は非常に優秀だが体力がそこまで仕上がっていないため、激しい近距離を長期にわたり使用するにはまだ調整ができていない。似たステータスを持つ二人、だが短期で莫大な火力を出せるパトと長期で一定の火力を出し続けれるパルル、似て非なる二人のステージに先に相手を取り込んだ方が優勢に立つ。守らなくていい。追い詰められた時こそ攻める選択を選ぶのだ。私や主様はそっちの方が性に合っている。と言っても残りオーラ量を考えたら無計画にオーラを使用するというのは悪手なのでは。逆だ、ビビってオーラをケチれば主様の長所が生きない。ここはオーラを存分に使って自身の土俵に持ち込む。わざわざ相手の好む戦法を選ぶ必要はないだろう。ここから試されるのは度胸試しだ。度胸も覚悟も不十分であれば負ける。それだけのことだ。考えるな、思考する時間が俺を鈍らせる。無我の境地、そのさらなる境地に沈め。面白い。嘘？私の受け流しと同じタイミングで？また動きが良くなった。乱暴だな、根幹支配で歪みを生成してタイミングをずらす攻撃。そしてパルルの受け流しが8割来ると割り切った受け流しありきの攻撃。いくら匠の技を持っていても慣れればゴミだ。癖というものは一朝一夕では治らない。一度慣れればもう受け流しに意味はない。私の受け流しに対応できるようになりました。もらう手流しはやめた。攻撃者にカウンターを。ここはそうだ、8割も受け流していたんだぞ。いきなり手口を変えようとすれば動きの変化に気づく。本能的違和感から全てを勘ぐられるんだ。今さら遅い。慣れられるとは敗北と直結しやすい原因の一つだ。よくわからずイラストからと使い続けたつけがしたんだ。もう受け流しのカウンターも対応された。今さら混ぜても恐らく無意味。それどころか受け流しのタイミングをずらしてきてる。私が情報支配で理解するよりも早く、私が次の策を考えるよりも早く、追い詰められていくたびに私の動きが単調になって、主様の動きが複雑になっていく。使うか保険、主様はずっと酷使しているわけだし、オーラ量もまだ私に分がある。好きがつければそれでいいんだ。騎士支配、オープンロックハート。待て、気配が消えた、なんだこれ。見えない、感じない、なのに殴られた、なんだよそれ。ほう、面白い使い方だ。おかしいとは思ったんだ。やけに存在感があったからな。私に比べて地味なくせに。ネリは悪い意味で存在感あるからね。おそらくあのハートで閉じ込めていたのは、存在感、だ。周りの存在感をロックし、その代わりパルルに集中が向く、いわばヘイト集めだな。そしてある程度相手がパルルに慣れた時に解除することで存在感は逆転し、今まで死んでいた周りの存在感が息を吹き返し、逆に周りの存在感に押され、パルルの存在感は消える。まさに騎士。状況の逆転、肉の花、はまさに騎士改定の奇跡。だからこそ回数制限があるのだろうな。無限にできたらそれこそ負担がすごそうだしな。私なら余裕だが。私たちは余裕でも主様にとっては厳しい。存在感を感知できないとなると。おいおいノラ、お前はフラのいたずらで見せなかったのだろうが、主様はヒントを得ている。別に問題ないさ。待って、寝るっていつから見てたの。もちろん、フラを消しかけた時からだ。何せ主様のところにフラを誘導したのは私だ。もちろん一部始終見ていたさ。ここに来るのには少し時間がかかっただな。本当ろくなことしないなこの人。ああ、そう、冷戦眼でも見えない。オーラの流れをたどろうにも空間の質量が多すぎて全然見えない。まるで耳栓をした状態で声切りの中にいる気分だ。待て、目の錯覚を狙おうとして俺は一度パルルに攻略されたよな。同じことが通用するんじゃないのか。やる価値はあるな。オーラ、テラ、バースト。見えないからわざと範囲攻撃。でもそれは全然来ると思ってたよ。そこだな。大きい波を作ればさすがにわかるぞ、パルル。私と同じぜよ。もう俺のオーラの体力もギリギリだ。この一撃に全部を乗せる。回避できない。ほほう、両点をまぐれで成功させたか。あれではさすがのこいつも耐えきれんだろうな。主様よ、しっかり絶命している。主様の勝ちだ。そうか、久しぶりに助けを味わったわ。まったく。
よくやったぞ、主様、成し遂げたじゃないか。同席を失って聞こえてないだろうがな。あとどうせ倒れるならうつ伏せに倒れてほしいものだ。そうすれば必然的に抱きしめるような形で支えれたのだがな。限界迎えて倒れた人に求める要求じゃないでしょ。寝る、いつまで膝枕しているのかだけ教えてもらえる。主様が求めるまでさ、それよりウラを呼べ。私は傷は治せてもオーラは治せんからな。今回の件ではっきりした、主様を理解し、導けるのは寝るだ。私やフラの戦闘スタイルと主様とでは全然合わない。私は主様の求めることだけをこなそう。主様を導く役割は寝るに任せる。そう確信するには十分だった。邪魔者は言ったな、主様よ。実はこっそりオーラ回復させていたんだ。もうめまいもなくなっただろう。寝るは何でもできるんだな。当たり前だ、神羅万象支配を持っているからな。これくらいは簡単さ。見ていたぞ、すべて、随分大変な目に遭ってるようだな、主様よ。まあその分いい思いもしたようだがな、あのような状況で裂かれるのはさすが主様だ。獣も驚きだな。見てたのかよ、というか見てたらわかるだろ。あれは断れなかった。断るのは拒絶と同義だ。いつか受け入れるのならあの時がそうだっただけだ。別にやらなくていいならやる必要はなかったさ。そう言ってやるな。いつ耐える命かもわからないんだ。一時一時に幸せを残すことも大事なことだ。現に主様は地球に残した専属神たちと会えなくなっただろう。ああ、でもそれはネル、お前も同じだ。あの時いきなりネルは自分を殺すように言って俺はお前を殺した。別れがあまりにも唐突だったからな。なんだ、寂しかったのか。当然だろ、いつも隣で生意気でうるさい奴がいないんだ。心細いったらあやしない。そうか、ならデスペナが終わったらそばにいてやらないとな。今はミエルがその代わりをしているようだからな。あいつもいい性格してるよ。また相手してやってくれ、きっと喜ぶ。そうだな、まずは同じベッドで寝たにもかかわらず相手にもされなかった色気なし天使と煽ってやろう。どこ行くんだ。帰るんだよ、話はできた。もうルラとノラがこっちに向かっている。私は満足したわけだし、ゆっくりとソファーでくつろぐとするさ。頑張るのだぞ主様、あと私からアドバイスだ。今回の異変、全帝オーラを使ってウルを召喚しろ。あの状況ならウルが適任だ。ある意味私よりも向いている。わかった、参考にさせてもらうよ。ありがとうなネル、ネルのおかげで俺は前に進めたよ。皇帝って言われてるくせに面倒見はいいんだよなあいつは。ウルか、考えてみるか。どうだルラ、主様の容態は。ノラ、はめられましたね。オーラも最低限治ってますし、外傷や内部の傷全部治してますよネル。やっぱりか、いくら攻撃の究極系とはいえ治療できないわけないと思ってはいたんだ。だけどネルが誰かを治療するのを見たこともなかったから。まあ、あの人本人も怪我なんてしませんからね。ですが一応私の仕事も置いていってるみたいなので全開にしておきますね。そういえばパルルは数時間後に目を覚ますでしょう。精霊族はそもそも肉体的死はあっても精神的死は存在しない一族ですから、あの肉体も機能停止したということは今は自己治癒モードに入っていると思います。確かにさっきまでと表情が全然違う。ルナ、一週間ほど世話になるぞ。今帰ると死んだうるさいからな。ここは家で娘を預かる場所じゃないのですが。ネル様が言うなら別に止めませんか。ネルも数日はおそらく帰ってこないだろうな。あと少しおとなしくしてたら自由なのに。ネル姉様らしい。はい、治療完了です。ミエルの治療もすごいと思ったけどルラは別格だな。多分これ、リンパとか血流とかそのあたりも良くなってないか。しかもなんか頭がすごくクリアな感覚。癖になる。ありがとう、助かったよ。でもこれで俺の準備も整った。弱点の法則を持つ法、情報支配はまだどう使えるかわからないけど回復手段ができたんだ。これで自己防衛ができる。さあ、戻っていい知らせを待とう。早ければアス帝国奪還だ。里が目的を達成し、休憩している時、ミガドルエデンの別の場所では2つの勢力が睨み合っていた。わざわざこの世界に入ってきて何の用かな、ノルン。はは、我だってこんなバカみたいに生命力に満ち溢れている世界は願い下げだ。すぐにでも出ていきたいさ。だが私の統括する世界、とミールが統括する世界、はついの存在。ミールの不祥事に対して文句と嫌味の一言くらいは言わさせてもらいたいだけってね。厄介な奴だ。私にとって天敵となり得る唯一の存在。プリズンエデン、の最高責任者、ノルン、プリズン。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。